ちょっと斜めになってるかも。あ、本当だ。リミ、ちょっとバランス見てくれる？うん、おたえちゃんの方を少し上げて、あ、そこがちょうどいいかも。かすみ、それ終わったらこっち手伝って。紙で作る花量産したいからさ。はーい。え、かすみ、何やってんだ？え、誕生日パーティーの準備だよ。誰の？私の。おお、どうしたのアリサ、なんか変な顔してるよ。変なのはこの状況だろう。なんでかすみの誕生日パーティーの準備をかすみがしてるんだよ。私抜きでみんなが楽しいことしてるのずるいんだもん。私も一緒に準備したい。かすみの方から準備するなら一緒にやりたいって声かけてきたもんね。うん、おかげで助かってる。私もびっくりしたけど、でもみんなで準備するのって楽しいもんね。そういうこと。ほら、お花の飾りも作り終わったよ。これで準備は万端だね。ま、かすみが満足ならそれでいいか。うん、今日はかすみが主役だもん。そうだね。じゃあもう始めちゃう？うん、始めよう。それじゃあ行くぞ。せーの。ハッピーバースデー、かすみちゃん。